信長の野望を。神聖。毛利以外の西大名を従属させ実質天下人となった我らが三浦按針。そんな我らに堅くなに従わぬ毛利、よろしい、ならばお仕置きの時間だー。毛利が敵視する理由が判明、どうやら一族の誰かを討ち取った模様。うっかりどっかでやっちまったか。知らぬうちに仇認定されてた。まあ毛利の残存兵力は5万なし、停戦明けたら再度遠征だー。城の数は26、一面倒だな。停戦中に武将の配置替え、高原の特性持ちを集めて効果上昇、これで属国の九州の武神が出やすくなるはず。なお、それでも属国九州できるかは運次第。今回は属国多めなので数箇所に高原持ち配置しときましょ。ボンバー松永、九州四国の説得を頼んだぜ。後の北条攻めも見越して、内政諸策で東海地方の開発遅れてるところを支援開始。お、北条ともやり合うつもりなのな。南部安藤はご覧の様子。風前の灯火。自己都合退社したノップパパ復職。ノップの使ってたへし切り長谷部をプレゼント。家宝がポンポン渡せる、我らも裕福になったもんだな。さあ毛利よ、イギリス人の参加に入るのだ。戦の準備だ、米を集めろ。20万の兵で敵を踏み潰すぞー。準備中に国衆どもは梅雨払いせよ、とっかーん。国衆だけで1万2000、さすがの毛利もただでは済まなそうだ。さあ米は持ったな、出陣だー。移動だけでほぼ米なくなるから、合戦1回くらいしかできないかもな。よっしゃー、武将ガチャ、SSR 三好長慶来たー。日本の副王と呼ばれた男、組頭スタートで入社。国衆の集結に毛利が反応したので、北側に別部隊を進軍。いいなお政を増援、これなら城も落とせるかな。戦力的には申し分ないな、距離あるから米だけきついが。進め国衆、玉砕だー。潰すの前提で使うなよ、かわいそうだろ。あれ毛利がいつの間にか九州攻め込んでる。うちとの停戦中に戦闘を追っ始めたか。自社鬼神の発令がアンロックしたので早速制定。ほう、行為中のダメージ 10% と、保守主義武将の忠誠アップか、良さげだな。ついでに南蛮交易も制定。こっちも強行のダメージ 10% と、革新主義武将の忠誠アップで強いな。これは南蛮人の安人にやらせましょ。いや南蛮はポルトガルやスペインを指すから、イギリス人の安人は関係ねえよ。ちえ。さあ日の元最強の部隊よ、国衆たちの仇を取るのだ、突き進めー。あんなにいた国衆が跡形もない、てかお前がけしかけたんじゃねえか。てへ。国衆けしかけたせいか毛利の集まりが悪い。おい。しれっと教祖壁も毛利攻めてるからそのせいかもしれないけど、こりゃ異風教とか無理だな。ギリ異風中に届かぬ、でも構わん、やっちまえー。兵力は倍くらいか、油断するなよ。それでは国衆の仇討ち、凱旋。右翼は信玄公と謙信公の豪華優子コンビ、夢の共演。安仁も続き支援よろ。柴田さんは橋落としの要所を落としてから溶かして遊撃。ご隠居家康は根性の三河魂で単身橋の封鎖。信綱は橋落としの要所で有事に備えよ。まずは柴田さんが橋落としの要所無事制圧。ご隠居家康が予定通り橋封鎖してるぜ。でも正面から戦ってるのに二部隊に攻撃されてる。スタミナの減りが早い、信綱。救援に向かえ。優子共演にテンションが上がったのか、謙信公が戦場でうろうろしてる。なんか挙動がおかしい。安仁ちょっと移動して道開けてあげて。謙信公は信玄公のところに駆けつけようとしてるのか。ならば信玄公の応援をなしゃあす。これが自ら考え動く生きた武将 AI ってやつか。よし優子強撃成功。豪華すぎる共演に細川道忠もオーマイガーポーズ。オーマイガー。あ、無理して出てこなくてもいいよ。ご隠居家康お疲れ様、一旦下がって休憩、信綱は交代で橋の封鎖だ。優子コンビの活躍で雨子実下げ撃退。溶かした柴田さんを暴れ、生き生きとしてどことなくわんぱく坊や顔。1038のダメージ、これには思わず大友義明も撤退。橋落としの用意ができました。くらえ、鳥居ミサーイル。戦国時代にミサイルを持ち込むな。てかそれ前にもやっただろ。ちえ。てかの仏名がミサイルに巻き込まれて混乱してんじゃねえか。ごめんちゃい。さて休憩の終わったご隠居は中央方面に進軍。の仏名も混乱回復したし戦場復帰だ。優子の立ち並ぶ右翼は一方的な蹂躙が続く。軍神だー。1154のダメージと混乱不要。
気を重んじる軍神の一撃に、そごう数正討ち死ににござる。目の前の要所を制圧し畳みかけるぞおお。信玄公、要所制圧。おいおい毛利も隣が光ってるぞ。うおお、全部隊混乱したー。これはどういうことよ。固有戦法か？あ、特製の防神。そういや混乱あったな。すっかり忘れてた。なんもできへん。小山言った。とはいえも隣との距離もあったし、敵兵ほとんど削れてるから大した被害はなさそう。そして待ちぼうけを食らったこのお方がおこ、烈火のごとく怒りクレームを入れる。風林火山。怒りで風林火山の火の部分が8割占めてそう。これには思わず榊原康政も撤退。いやそれは柴田さんが普通に戦った結果。お、今度は元成が反撃、100万一心。ああ、兵士回復しちゃうよめんどくさい。もう要所取って指揮勝ち狙おっと。せこい。信玄公と謙信公で交代して戦えばすりつぶせるけど不毛な戦いでござる。まあそうだわな。そして信綱が要所制圧して無事式優勢勝利。まずまずの戦果。それなりの苦戦って感じだぜ。まずまずの戦果にまずまずの威風が吹き荒れる。威風弱。二軍ゲット。長距離遠征でこの戦果はやっちまった感あるな。意図かなし。米もねえし長宗壁も来てるしまいったな。こうなったらちまちま攻めるしかあるめえ。増援ワンコそばでゴリ押しだぜ。うおうおう、機内からも増援だあ。総力戦なら負けはない。そして最前線の安陣は神鍋城を攻略。もう米がやばいが鏡山城へ進軍じゃあ。謙信公は城に行くまでの米もないのでここで脱落。東海から来たメンバーは戦う前から限界か。細い道が多いからどっかで詰まって浪費しちまったのかもな。でもなんとか各主城間ラーク。勝家もここで限界だ。あとは高坂正信真田幸村の豪華ご詰めに任せるのだ。このご詰めは頼もしいぜ。そしてゴリ押しで高田城も陥落。移動に時間かかっちゃいるが今月だけで3城ゲット。あ、徳川四天王榊原康政ゲット。よかったな。さらに翌月直政たちが上市城も攻略成功。合戦は微妙な結果だったけど城取りは順調だぜ。氷川清、知りとけたり。あこら清ちゃんになんてことを。ファンに怒られるぞ。清ちゃんの地帯戦闘もあり、軍制圧して城にたどり着くも米がない。こりゃ厳しい。うおお、イギリス人よ、三河魂見せろやあ。強行で突貫じゃあ。城の耐久丸々残ってる状態でこれはきついぞ。気合だあ。エヴァリギュアーズ。清ちゃんお代わり入りまーす。ちょゾンビアタックはやめてよ。オンラインゲームでやったら怒られるやつだ。あ。安心が米枯渇で壊滅。毛利の増援ワンコそばに勝てなかったか。あ、耐久削ったのに敵増援が止まらん。今川宇治腹ペコにて壊滅。長政、ガンガエー。兵力は少なくても構わん。こちらも増援だー。増援合戦の泥仕合になっちまったな。エヴァリグアーズ。また来た。アンコール嬉しいのはコンサートの時だけだよ。お、なんとか長政が鏡山城陥落したぞ。久々の苦戦じゃった。だな。よし、後続部隊は毛利本城、吉田郡山城に進めー。本城落とせば大打撃だぜ。エヴァリグアーズ。清ちゃん来るの早すぎん。米ないからゾンビアタックはやめて。ゾンビアタックは禁則事項です。おい。清ちゃんは禁則事項に触れてしまったので、タイムパトロール朝比奈さん取り締まりお願いします。禁則うるせえ。てか毛利結構倒したつもりが兵力大して減ってない。回復しては出陣を繰り返しておるな。こっそり迂回して攻めてた数増たちが冷え火山城を陥落。てか戦線が広がりすぎてもうわけわからん。逐次投入してるからもう把握しきれねえ。せめてもうちょい米に余裕があれば。そんな中謙信公が動産を投与。これは良いハゲ。出戻りだけどこれは大歓迎だよ。早速家宝をプレゼント。手前に挙げた貨物のせいであまり忠誠上がらない。出奔する前に取り上げればよかったな。温泉郷を建設しました。これで政策の当時両方がアンロック。早速法制定しましょ。兵力の回復速度 10% アップ。エヴァリグアップ。また来た。この特性の絶傷防御力上昇で、機体戦闘向きだから地味に困る。こうなったら秘密兵器キラさんを投入だ。序盤にお世話になって家臣に取り立てた国衆叩き上げ。いやそいつ余裕だろ。お前がナメクするから毛利制圧てこずるんだよ。こんな苦労するとは思わなかった。
しまった、浮田隊が漂洋枯渇で壊滅。星名正光殿、討ち死にいい。なんてこった、結構強い御仁が。ぐぬぬ、将軍義輝も米枯渇しちゃったし、完全に戦線維持できてない。近隣の城から増援を出せえ。テンパって戦略が場当たり的になってるぞ。なんとか合算と打城を国衆が落城。もういっぱいいっぱいだ。米がないのがいかんのじゃ。今更ながら小荷台配備をアップグレード。一応半分以上は弱体化させた模様。でもまだ半分か。一気に肩をつけたいけど安心普通に出陣だと、移動後10日しか活動できん。さすがにそれは無理だ。献身校に至っては行く前に込めなくなる。手厳しい。そんなわけで城を厳選して戦の準備開始。準備すればいくらか米多く持てるからそれに期待だ。エバーリブアーツ。そろそろ諦めて。ゾンビはいかんぞ。清さんの激しい抵抗を跳ね返し、無事毛利本城、吉田郡山城カンラーアーク。さすが本城、捕虜がいっぱいいるぜ。超強い武将はいなかったものの21名が家臣入り。さあ遠征の準備が整った、安心よ、清さんの居城桜を城を攻め立てるのだー。ここらでギブアップさせちまえ。今回の遠征軍で陰で利家が頑張ってたので、ご褒美に奥さんの松殿を送ってあげます。でも利家、まだロリコン剤の余罪があるからさらに最前線送りだ。お前ほんと利家には厳しいな。毛利の次の本城となった佐藤金山城に、国衆けしかけたら毛利援軍わらわら湧いてきた。元近くん援軍出してちょ。九州側から勝手に侵攻されると鬱陶しいもんな。エバーリブアーツ。ゾンビアタックは迅速時効です。朝比奈さんがお怒りだぜ。安人たちが集結したら一気に消し飛ばしてくれる。エバーリブアーツ。迅速。落ち着け朝比奈さん。あ、鏡山城で部隊集結させてたら、清ちゃん佐藤金山城から締め出されてる。安人到着前に、米枯渇で壊滅しててくさ。清ちゃんの最大の敵は毛利の奴らだったのか。さあ安人到着、今度は一気に制圧するぞー。相手は菊川春元か。将軍義輝やボンバー松永が活躍し、菊川春元も最後まで抵抗した戦い、尺の都合でかーっと。おい。今回で毛利編終わるつもりがワンコそばのせいで終わらないんだから仕方なし。さよか。そして威風もしょぼい感じ。威風弱で五分寝返り。さあ威風で敵を吹き飛ばした隙に、清ちゃんの桜を城を落とすのだー。浮田とボンバー松永は佐藤金山城に進めー。よし、桜を城敵増援前にギリ落とせるか。エバーリブアーツ。漂洋枯渇で壊滅しても即復活。でもそれも蹴散らし安人が桜を城、カンラーアーク。これでやっと清ちゃんのゾンビアタックが止まるぜ。こうして時を同じくして浮田とボンバーマンが、本城になってた佐藤金山城の攻略に成功。お、またいっぱい捕虜捕まえたぞ。そしてついに清ちゃんもギブアップ。よっしゃー、SSR 氷川清ちゃんゲットだー。清ちゃんステータスも高いからこれはめちゃ頼もしいぜ。目標は達成しました。帰還してもようござるか？何しれっと未来に帰ろうとしてんだよ。金速事項は回避できたけど、天下統一まではお手伝いお願いします。ではなかなか進まない毛利攻めの進捗が少し進み、朝比奈さんの使命を達成したところで今回はここまで。おそらく次回で最終回、頑張れと思っていただけたら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。次回は唐突の最終回、イギリス人の気づく点か？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。